わからん。とにかく地下2階をちょっといろいろ探索します。ここを開けるのに、なんか、灯せみたいな。なんかあんのか、ここに。ちょっと待って。なんか、これが関係しそうだな。なんか、操作盤がある。操作盤じゃなくて、一個一個違う、なんか像みたいなのが、ありますね。なんか関係あるのかな。ライターもできてる？使ってみるか。ああ。なるほど。周りをこう灯すことができるんだ。足のない体で忍び寄り、地上の王すら毒で制する。蛇か。どういう原理なんだこれ。一個ずつ見ていこうかも。角のあるものを標的に、愚屈な知恵で仕留める。ああ、あ？なるほど。狼が？使ってみるか。なんかこれ文章になる。文章を。文章に当てはまるように多分並べ替えていくんだ。だから馬が正解だと思う。で、こいつなんだっけ？こいつワシか。大空を自由に舞い、足のないものを捕獲する。っていうのは文章的に繋がってないので、違うであろうと。なるほど。分かってきた。これよ、問題は。ちょっと違うな。足がな、まだある状態のものでの、いかなるものをも威圧し逃さない地上の王。まず地上から行った方がいいかな。の後に、こいつ。多分ね。地上の王すら毒で制するっていう、ね。この文章的があるので。本当に判断推理の問題ですね。というか、文章立読解の問題だって。で、大空自由に、足のない獲物を捕獲するだから、さっきの蛇を捕獲するという文章になるんでしょう。この順番で、つけると、鍵が開くということですね。なるほど。じゃあ行きますか。さあ、ちょっと敵に注意だな。武器ちょっとチェンジしとくか。もう焼夷弾がちょっとね、組み合わせられる
られないもんね、マグナムの弾ね。うん、ちょっと二つ、ここにも、二つあるね。まず敵がいないか、自分。いない。なんかあるね。さあ、これ重要なアイテム臭いね。これですね。中性のレリーフ。はい。じゃあ、これを取りましょう。まあ、ここにはこれしかないのね。あ、はい。空き瓶があった。あと場所がないですね。まあいいでしょう。空き瓶はいいや。火炎瓶があるわ。とりあえず、これ重要なのが中性のレリーフだったと思います。この奥には何があるんだ？うわ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 、いるよ。もう、ちょっとやめてくれ。ほら、ほら。また立つもんね。ほい。複雑の本が広げられている。ん？なんかメモがありますね。ここにある、あるよ。あ、イングリボン。はい、メモ、ここ、ここ。幹部候補社員の日記、マーカス所長と没頭している研究、そしてあの、ヒルドモに注ぐ異常な執着は何だ？いや、執着というより愛情のようにさ、思える。噂によってあのヒルドモはかなりヤバいらしい。事実その一品に接触されたデニスが熱を出してぶっ倒れちまった。今日もだ。扉の向こうから体がをかきむしったうめっ声が聞こえてくる。サーラのにたたりなしだ。俺絶対に奴らにたちに近寄らない。せっかくなのにね。せっかくになってるけど、所長にご指名されたってのに、デニスのようになるのはごめんだ。なんかちょっと文が、ちょっと、なんだろうね。漢字じゃなかったり、なんかあやふやだったりするのは何なんだろう。畜生デニスのやつ、またかきむしる。そうだ、なんかそういう精神状態を表しているような文体。こっちまで、かゆ、ああ、そうか、ちょっと破れてるのかもな。そうだ。破れてるわ。うん。助けてって感じを表すような文体っていうか。一応ここに、フリーハブ、使いましょうか。使いましょう、こっちにも一応グリーンハブがフリーハブあるか。とりあえずノーにしとこう。やっぱりでももうやばいんで、ハーブ使っちゃいますか。ハーブ使って、その、ハーブを、どこに、レッドハーブにしましょうか。あれ使ったけど、回復してない。やばいな。じゃあ、やっぱグリーンと青を間違えたから、まあ、一応取ろうか。とりあえずじゃあセーブします。
戻りましょう。地下2階は、散策し終えました。ということで地下3階のさっき来ましたあそこですね、マグナムの弾とか取ったとこに戻りまして、先進みますか。まあおそらく重要だったのはさっきのあのなんだろう、ハーブじゃなくて中性のレリーフ、これが多分おそらく重要だと思います。さあ地下3階に戻ってきたんですけれども、ここにドアが、あるんですよね。ここにちょっと一回入ります。ああ、工事用排水が流れてる。ここに行きたかったんだ。6発ぐらいいるね。もう一体か。ちょっと待って。向き変えるのに相変わらず慣れないんで。プレイヤーチェンジ。装備するの忘れてたか？装備しないと。やられてる一方じゃねえかっていう。よし、やっと倒した。やっちまったな。かなり損傷が痛いです。結局スプレー使っちゃうもん。ああ、ロッカーの鍵。これめちゃくちゃ重要でしょ。取ることがまず重要でした。まさかこんな雲が2体出てくると思わないよ。結局スプレー使っちゃう？それで、さっきのところに行きます。グレネードランチャーも2ブロック必要だから、それをあんまり使わせないために、置いてきてます。だからまあ、こういう風に、まあ、ブロック空いたことで取れる。で、さっきのところに戻ってきました。これでやっぱり単独行動がやはり必要だと。ということで、ちょっと休憩スプレーじゃ使っちゃいましょう。交換して。で、L で、あれ、L、L じゃなかったっけ？プレイヤーチェンジ。結局スプレー、じゃあ自分に使ってください。で、単独コードですね。どっちをどっちにさせるかね。まず、ロッカー、鍵で、まあ、さっき鍵がかかったロッカーに行きましょう。どうだっけ。まず、プレイヤーチェンジ。これですね。これ。この鍵でロッカーの鍵を使う。結構重要なアイテムじゃない？ジュラルミンケース。はい。もう何もないんだっけ？じゃあ、このジュラルミンケースを調べます。
ナンバーロック式の鍵が上がってる。よく見れば隅の方に小さく385と書いてある。ダイヤルを回す。はい。385に回します。すると、ん？ハンドガンパーツ。ハンドガンに装着すれば着弾速度の精度、中弾精度。意味あんのかな？じゃあ組み合わせていきましょうか。ハンドガンに組み合わせると、なんかちょっと強くなったかな。カスタムハンドガンみたいに。じゃあストーリーにはあまり関係ない。ちょっと強くなる、この銃に。まあ、そうだよ。そうそう、銃もね。強くしていかなきゃいけないのは分かってるんだけど。じゃあ、ストーリー的には関係ないことなんだ。じゃあ、ストーリー的にはやっぱりここで単独行動するしかないと。また、こう、敵が強い要素を立てられるんで、ちょっとでも怖いんですけど、一旦戻ってタイプラットしとく？ここまででじゃあちょっとクラッチに行きます。はい、戻ってきました。で、これから敵も強くなりそうなんで、単独行動にして、で、レベッカには、ショットガンを押してます。まあ一応左に押してあるんで、左に一応しておきますから、ね。まあそれはまあ、おいおい変えればいいからな。で、Y で変えて、X ですね。X ボタンだったね。単独行動。こっちかな？こっちに行くんだよね、多分。あ、ここか。え？ここだよね。まあ、とりあえず、ある、なんかあるとこに。なんかあるね。とりあえず、こういうの拾っとこう。13段。取って。ん？これはやっぱり、とりあえず今行ける範囲を、はここまでね。じゃあ、ここで切り替えます。操作盤で、まあ、いろんなパターンがあるからな。中、ん？中のパターンでどう？無理。中のパターンって何にも起こらない。こっから先も行けない。全然ダメじゃん。どういう順番で押していけばいいのかよくわからん。まあいいや、とりあえず詰めればいい。これ大事なんじゃないか。なんか大事そうなのあるぞ、これ。取れない。これか。します。何何何。ドルシミュレーション。結局レベッカが頑張るしかないのか。うわ。水の神か。なんだよこいつ。やめてくれ。なんか守りがよし、やっぱり持ってきてよかった。ショットガンのおかげ。これ本当に一発で倒せた。こいつはかなり強そうだもんね。
よし、これは重大。って思ったけど、交換もできない状況、今。交換もできないのか。そうか。まあ、ショットガン来てよかったんだけど、ショットガン、13弾も結構重要そうなアイテムだからな。まあ、13弾は後で、いや、後でなんとかなるのか、全部開く。だから、まあ、まあ、13弾の代わりに、ちょっと、とりあえず。水の鍵、じゃあ、広い。これ重要アイテムです、おそらく。じゃあ、まあ、とりあえず、ビリーと合流して、じゃあ、硫酸弾取りに行こうか。まず、ここの出方がね、いまいち、把握しきれてないっていうか、ここだ。ビリーに会いに行こう。よし。影響と。ということで、硫酸弾もここで、回収を終えまして、じゃあ、ここでやることはもう終わりかな。だってもう全部開いたもんね、門は。開いてるし、問題ないでしょ。さあ、じゃあ戻ります。ショットガンを持ってきてよかった。あいつらはちょっとハンドガンで厳しい相手だったかな。さあ、シークプールに戻ってきて、敵を蹴散らしました。こっち。やっぱ、レベッカがショットガン持ってるとだいぶめちゃくちゃ楽ですね。さあ、ここからなんですけど、水の鍵を使える場所があったはずなんだよね。この中だっけ？ここ来たことあるっけ？そもそも。ここはちょっと早い。あ、そうだ。ここだ。ここに、はめ込むんだ。あの、レリーフだっけ。じゃあここはまだなんだ。そうだね。じゃあ最後に来るとこがここってことが分かった。とりあえず。もうそれだけでも収穫だな。すぐそこにあった。隣にあった、あそこですね。ショットガンの弾がめちゃくちゃ溜まってます。結構こういうの置いてきたんで、基本。空き瓶とかね。結構取ってなかったりとか。さあ、ついに来ました。ここです。はい。さあ、ついに、青の鍵を使って、侵入していきます。
やー強いな。めちゃくちゃ強い。映像関係の修改はどれも保存状態良くないようだ。なんかあるぞ。でも。あ、来て。ちょっと逃げよう、まず。逃げよう。とりあえず火なんだな。あと、ちゃんと装備してる？してるよな。じゃあ、あいつがただ強いだけか。ちょっといっぱい部屋ありますね。うん。一応、空き瓶か、これ。空き瓶はちょっといらないな、とりあえず。とりあえず、ここに必要なものを、お、なんかあるぞ。ピアノ？なんだろう、ピアノ。あ、開いたとこまで来たんですけど。なになに？あ、来た。わかった。これ単独で行かなきゃやばいんじゃないか。行くのか、ちゃんと。開かねえぞ。わかった。で、バッテリーを取り出して閉まるんですけど、これで多分ウィリーでもう一度引き直せばいいのか。無駄な才能。無駄ではないけど。